半世紀生きたもう働きたくないピロヤンです。2月8日朝10時です。はい、おはようございます。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。じゃあちょっと朝飯でもします。もう今日もね、昨日そのカレーとトマト煮、鶏肉のトマト煮があるので、もうご飯今日も多分一緒です。その残りを食べるので、だからもう脂質も多分とかいうかもうないです。だから預金残高もそんな変わらないです。はい、ということで今日も変わり映えしない一日になると思います。ではお昼ご飯、昨日作った鶏肉のトマト煮の残りです。ではいただきます。よいしょ。甘いわ。じゃあ晩ご飯は米炊きましたよ。炊きたくてです。はい、今日の晩ご飯、昨日作ったカレーの残りと、ね、ポテトサラダをコンビニで買ってきました。それではいただきます。で、ご飯炊きたてでうまいわ、ね、ポテトサラダ。ポテトサラダうめえわ。カレーの辛さをちょっと中和してくれるか。いいね、うまいね。はい、今日8日の支出なんですが、結局ポテトサラダ買っただけで、それも、LINE PAY のチャージ分から払ってるので今日の支出なしです。ということで預金残高687万9411円です。動画ご視聴いただきありがとうございます。ピロヤンでした。ではまた。